開始。お願いします。三間飛車。相手棒銀直線の人なのか。こういうのがね結構やらしいと思うんですけどね。だってさ、こういうふうに棒銀っていうかさ、銀でこういうふうにさやられるとなんか抑え込まれてる感じしますもんね。なんか畳の囲い、まあ、相手の囲いが薄くなるんですけど、まあでも突き越しちゃおう。あれ、もうちょっと角の頭抑え込まれ気味なんで、もうすでにもうちょっと玉形で勝負だ。身の囲い、ちょっとこの角をねいじめていく感じで。高みの囲い。てかさ、そのさ、振り飛車と居飛車の対抗形で、その居飛車側の急戦策ってさ、要するに角をいじめるってことですからね。そういうことでしょう。結局、まあ、これ突き越しちゃおうか。要は角をいじめるのが目的ですからね、居飛車側の。これね、こうやってさ、どっかで6八から4六に使う手もちょっと見せつつっていう。まあでもこれ角もここにいる意味ないですからね、相手の。これも引くんですよ、これ。これあの、角がもうこちらの、なんていうの、相手の角がこの、何その手。これ取ればいいんじゃないの普通に取ればいいんじゃないの。これ同型は難しい。これ一回さ、7四歩やったらどうすんのこれ。7四歩で。やったら、で、桂馬跳ねたら角が出るとか。あ、銀が出る手もあるかな。こういう手が一回あるか。まあ、時間がちょっとなんです。あ、これ6、豆腐。これさ、6六歩っていうちょっと変な手があるのかな。桂馬取ったら歩。これは逃げますね。これこんなさ、中途半端な桂馬と交換するようなね、そんなね、あの、で、これはもう、パシッとね。これ、あの、飛車取りなんで、飛車取りが受けづらいわけで。まあ、6二飛車があるか。6二飛車で、ほう。しかし、これはね、これがぴったりですね。まあ、これ別に角慣れるんですけど、それよりも桂馬外しちゃった方が早いと思うね。まあ、でも、歩慣れるのか。うん、でもそこで、まあ、飛車をなるわけですね。でも、桂馬打ちもあるし。桂馬打ち飛車引かれるか。これはこうでしょ。あ、でもうーん、あー、そうか。まあでもまあふんどしの桂、そう、おじいさんが言ってくれないからさ、自分で言うしかないわけで。もうこれ飛車取っちゃえばいいし、これは勝ちだと思いますけどね。馬引く手もあるし、こっち守りがね、攻めも守りも結構完璧的なね。うん、まあ、しかしこれは普通に歩はなる。これ8、うん、まあ、これは打っといて、まあ、角出たらまあ飛車打っていけばいい。まあ、と、まあ、成り桂寄るのもいいんですけど、まあ、成り駒がたくさんあるんでね、これはありがたいというか、まあ、これ一回飛車打ちたいんですよね。これ飛車打って、次に寄る手がめちゃくちゃ厳しい。6二何桂、まあ、6二とのがいいか。これ6二とがめちゃくちゃ厳しいよ、これ。これ、同金、同成桂、同金、同成桂がもう詰めろでしょ、多分。詰めろですよね。同成桂。で、そこで受けるしかないというのが、そう。で、そこで、まあ、角、いや、こっちだな。角取りに行こうとしても、ちょっと角逃げられて、7五角とかね。うん、だここは角相手にせずに銀にアタックしていく感じがいいですかね。あ、でもそうすると、こういう手をやられると、角を取っておけば、角に、あね、っていう感じもするんですが、いや、露骨に行こう。形勢が良くなると、相手の方が時間がね、少なくなってるという、そういう、非常にこう、いい循環がね、生まれてるわけなんですね。え、何その手、どういうこと、もう取っちゃうよ。で、次に王手。まあ、銀が引いて、馬引いて、まあ、金寄るか。まあ、これは詰めろではないんですけど、
で、これ同飛車と取って駒を補充していく、うん、これ突き出しても勝てるんですけどね。突き出して勝ちか。あ、突き出す、これがなんか味がいいですね。で、飛車取らせて、飛車取っても詰めるでも何でもないんで、でそこでまあ歩を成っていくと、うん、でまあ角でも打っといてさ、まあ、まあまあまあ普通にこれでいいでしょ。まあ相手に王手をさせてあげるというのもこれまたね、優しさというかね、思いやりというもんなんですね。そうそう。でそこでこう取って詰みということね。はい、30秒。まあたくさん駒を消費しましょう。厳しい戦いをよく乗り切ったな。でしょ、厳しくないですよこんなの。そんなこと言っちゃ相手に失礼かもしれませんけど、これはね、優しい戦いでしたね。うん、厳しくないですね。やっぱりね、角ですよね。角がいじめられる展開になるか、角でいじめる展開になるかというのがね、大きなポイントですよね。そうそう、あの、この将棋は自分の角がその相手の飛車をこう嫌がらせをしていくような、ね、そういう展開だったんでね、それが良かったかななんて思うんですけどね。まあ相手の飛車をいじめていくのはいい点になることが多いですよね。まあプロとかね、強い人になると飛車をいじめるっていうのはね、あんまり通用しないかもしれませんけど、まあ素人だとね、やっぱり大駒をいじめるっていうのはね、結構重要ですよね。まあ、特に角っていうのはなんかさ、いじめられ役にもなるし、いじめ役にもなるっていうか、そういうところありますよね。あ、でもあれですよ、実生活でいじめとかダメですからね。あの、昔はさ、小学校でいじめとかあってもよくあることだよねみたいなさ、なんかそんな風に片付けられちゃった時代もあるかもしれませんけど、今はね、ね、教育環境をちゃんと整えなきゃいけませんという、そういうまあ機運が高まってんで、いじめとかね、やるとそのまあその先生の学校の責任っていうのも当然ありますけども、あの中学生とかで高校生とかでいじめとかやると、なんか少年院に行くらしいですね。ダメですよ、嫌がらせとかしちゃう。例えばさ、なんかさ、ヤマト運輸だったかな、なんかその宅配業者に嫌がらせをして、でその嫌がらせをする動画をなんか YouTube にアップして、なんかそれで捕まったとか、なんかそんなような事件がありましたよね。ちょっと詳しくは知らないんですけども、なんかさ、その YouTube でさ、なんか YouTube でなんか犯罪行為をしてなんか大騒ぎっていう、そういうニュースって結構ありますよね。でさ、なんかそのやっぱり YouTube ってさ、まあ小遣い稼ぎになるっていうのが広まっちゃってるんでしょうね、やっぱね。まあ、YouTube の動画に広告をつけることで一応お金を稼ぐことができるんですよ。まあその再生数の問題ですけどね、私の動画みたいにね、視聴者数 10とか20とかそのくらいでその推移してるとそんなに美味しくはないかもしれませんけど、結局そのさ、その動画が良質か悪質かとかね、つまんないか面白いかとか、そういうの抜きにして、とにかくさ、視聴者を集めればお金が稼げるみたいなとこあるじゃないですか。だからさ、なんか YouTube って本当になんかこう悪質動画とか、そのつまんない動画って、なんかさ、そのさ、別に悪質ではないんだけども、そのなんか音楽となんか文字が流れるだけの動画とかあるじゃないですか。検索するとそういうのがやたらとヒットするんですよね。でどういう動画かっていうとさ、なんかさ、なんか2チャンネルの書き込みをただコピーしただけの動画とかさ、あるんですよね。なんかね、なんか掲示板の書き込みをただずら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 さ流れていくだけの、なんか映画のエンドロールみたいなことがずっと続いていく動画とかさ、でさ、そういう動画がさ、妙に視聴者数さ、稼いでたりするじゃないですか。ね、なんか普通に500回再生とかさ、おいおいってさ、思うんですけども。ただね、その、誰でも
あの人に見られる動画を作ればお金が稼げるっていう状況が悪いって言ってしまうのはそれは間違いだと思うんですよね。で別にその悪質な、なんていうの、なんか犯罪行為とか嫌がらせ行為をやって再生数稼ごうってしてる人も中にはいるかもしれませんけど、でもさ、その別にそういう人だけじゃないわけだし、だって悪質なことをやってネット上で公開っていうのはさ、別にその YouTube に限った話じゃなくて、例えばさ、あのネット上で爆薬の作り方を情報を集めてそれで爆弾を作っちゃいましたとか、そういう事件とか昔はありましたよね。あとそれから有毒ガスを発生させて自殺する手法とかがネットで広まったことがありますよね。なんだっけ、あの入浴剤だっけ、 なんかさ、その混ぜるな危険って言われてるものを混ぜて、そうするとその硫化水素が発生して、その硫化水素で自殺するとかいう事件が起きたんで、それで結局その入浴剤が発売中止になってしまったっていう、そういう事件ありました。あれ本当理不尽ですよね。だってそれメーカーとしてはさ、めちゃくちゃさ、その自殺する人のせいでイメージ傷つけられたわけじゃないですか。ふざけんなよって話ですよね。死んだらみんな仏様っていう日本文化、本当罪でしかないですよね。もし自殺した人からさ、本当さ、損害賠償を取れって話ですよね。あとそれからさ、あのなんかアルカイダのなんか殺害動画っていうのがなんか昔見たことあるんですよ。なんかね、いや なんでなんかちょっと怖いもの見たさで検索しちゃったんですけど、なんかね、そのアルカイダのなんかその人を殺してる動画っていうのがなんかあるんですよ。もうほんと閲覧注意っていうか、もう18禁みたいな感じなんですけど、18禁っていうよりも25禁ぐらいっていうか、うん、なんかその首を切ってなんかその人を殺すとか、なんかそういう動画でなんですよ。で本当に首が切れちゃってる動画とかなんかあるんですけど、まあインターネットは雑多な世界なんで、いいものも悪いものもさ、いろんなものがごっちゃになってるのは当たり前なんですよ。それしょうがないんですよね。だから YouTube もそれと同じことで、その迷惑なことする、悪いことをして再生数稼ぐ人がいるからって言って、あとつまんない動画ね、なんかただその掲示板のコピーペーストをするだけのような動画があるからといって、だからその YouTube はけしからんっていうかね、うん、だって人によってはさ、なんかそうやってその犯罪行為で再生数稼ぐようなそういう人がいる以上、もうちょっと YouTube に関しても規制しなきゃいけないんじゃないかとか、そんなこと主張する人だってさ、まあいるかもしれないじゃないですか。よく知らないですけど、で YouTube 投稿するの免許制にしようじゃないかとかさその年齢制限もっと厳しくしようじゃないかとかさ、ねえ、なんか聞いたところによると、そのなんか小学生、なんか YouTube に動画アップしてる小学生が自分の住所を公開して大騒ぎになったとかいう事件があって、本当小学生バカだよねとかね、本当さ、親は何考えてるの、小学生に YouTube なんか、あのネットなんかやらせてとかいう人がいるかもしれませんけど、でもそれはさ、その別にその住所公開するのが悪いわけじゃなくて、そのネットをやってるのが悪いわけでもなくて、 YouTube をで小学生が動画投稿してるのが悪いのでもなくて、要するに防犯が甘かったっていうだけの話なわけですよね。いいものも、いいやつも悪いやつもたくさんいる中で、その雑多でその魑魅魍魎とした世界に自分の住所を晒してしまう行為が、要するにそれが悪いわけじゃないでしょ別に、ね、で今私がここでね、今あの住んでるのはなんとか、なん東京都なんとか市なんとか区なんとかかとかですとか言ったとしても、別に悪いことではないですよね。別に人の個人、あの他の人の個人情報を別に言うのは悪いかもしれませんけど、で悪いことじゃないんだけど、でも、まあ、防犯上ちょっと甘いよねっていう話であって、それはその個人個人で考えるべきことですから、別にその小学生が悪いわけではなくて、小学生の親が悪いとかそういう話ではないんですよね。うん、だからまあ結局何が言いたいかというと、そのあのインターネットって雑多で、 YouTube っていうのも本当にこういろんな動画がありふれてるわけじゃないですか、ね、ありふれた動画から、ありふれてない動画から、変な動画から、普通の動画から、いろんな動画があふれてるわけですから、
やっぱりさ、見る人がその自分の好きな動画を効率よく探すってことが大事だと思うんですよね。なんかさ、そのさ、関係ない動画とかがおすすめとかで表示されるじゃないですかね。だから例えば将棋のね、プロ棋士の動画と、プロ棋士の対局の動画とかを検索していたら、なんか歩き人の将棋ウォーズシリーズっていうのがさ、なんか予測変換で出ちゃったりすることもあるじゃないですか。で、そういう歩き人なんて嫌いだから見たくないのに、そういう動画が出ちゃうとか、そういうなんていうの、検索のなんていうのかな、精度の低さっていうのを改善していく必要あるかなと思うんですけどね。だからさ、そのあの YouTube でさ、そのこの動画を高く評価するとか、そういう機能があるじゃないですか。グッドとかバッドとか言ってさ、親指を立てるか親指を下げるかって言って、なんかその右下の方にあるでしょ。あれってさ、どういう効果があるのか いまいちよくわかんないんですよ。なんか高く評価すると、その高く評価した動画の関連動画が自分のその検索に引っかかりやすくなるんですかね。もしそうだとしたら、それは一ついい機能かもしれませんけど、でも大事なのはさ、足し算じゃなくて引き算なんですよね。だから歩き人嫌いだなと思ったら悪い評価すればいいんですよ。で、悪い評価することによって、この私の動画がその視聴者の方のその検索に引っかかりにくくなるっていう機能がついてるんだとしたら、悪い評価する意味はあるじゃないですか。でもさ、そのあ、こいつ嫌いだなと思って悪い評価しても、別にその検索に引っかかるかどうかっていう、その判断基準にならないんだとしたらさ、悪い評価つける意味ないですよね。うん、だからその辺のさ、システムがよくわかんないんですけど、その辺のさ、システム強化っていうかさ、自分の好きな動画がちゃんと自分に紹介されるシステムで、自分の嫌いな動画はもう排除されるっていうのか、自分の検索に引っかからない、おすすめされないようなシステムを作っていくと、非常にこういいかなと思ってるんですけどね。うん、そうでさ、でやっぱりさ、たくさんの動画をアップしてる人ってさ、どうしても検索に引っかかりやすいところってあるじゃないですか。でさ、そのまあいろんなさ、 YouTuber っていろんな人がいると思うんですけど、まあ、有名人の一人にカズヤっているんですよ。皆さんも知ってるかもしれませんけど、で私カズヤ嫌いなんですよ。まあわかると思うんですけどね。まあ、私の話を聞いてれば、いつもね、喋ってる内容を聞けば、この人とカズヤは敵対するなっていうのは、まあ皆さんもわかると思うんですけど、でカズヤ嫌いで、嫌いでもさ、あの嫌いな人の考えとその理由がちゃんとわかる動画作ってるんだったらいいわけですよ。こいつ嫌いだけど、でもどうして自分はこういう考えなのか、どうして憲法を改正すべきなのかとかね、どうして死刑に賛成するのかとか、そういう理由をちゃんとくどくど述べてくれれば、嫌いな人でも見る価値あると思うんですよ。でもカズヤってさ、あの人くどくど自分の理由を説明しないですよね。要するに自分のファンの人には分かってもらえるけど、自分の敵対する人には全然意味の、なんていうのかな、理解されない動画じゃないですか。要するにあの人、カズヤさんはその、あの僕はこう思う、でそれはどうしてかっていうと、これこれこういう理由で、こうで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 、ああだから、それでいろんな状況を分析した結果、僕の考えが正しいんだって、そこまでくどくど説明しても動画として人気が出ないってことをよく分かってるんですよね。まあ私もよく分かってるんですけども、それよりも自分の考えに賛同してくれる人を囲い込んで、これはこうじゃないですか、全くこれがこうですよねって、言って、でそれで終わりにしてしまった方が拍手してもらえるってことを分かってるんですよね。だからそうやって自分の考えをの理由というか根拠をぐどぐどね、あのぐだぐだと話したりしないわけなんですけど、だからこそ私にとってはああいう人の動画見る意味がないわけですよ。うん、ね、だからなんかいろんなことを YouTube で検索したときに、なんかカズヤの動画とかが検索に引っかかってくると、またお前かよって思うんですけど、もうお前もいいよ、もうお前の顔も見たくねえよってさ、ねえ、なんかいつも勝ち誇った顔しやがってさ、僕の考えは実は正しいんですよねみたいな、なんかそんな顔してるじゃないですか。ねえ、まあ、そういう顔を作ることによって人気集めてるんでしょうけど。でも最近さ、カズヤの動画がなんかあんまりヒットしなくなったんですよね。なんか私がこう YouTube でその検索しても、その
まあ、政治ネタとかね、政治経済とかそういう関係の検索をしてもカズヤの動画がなんかそのヒットさしなくなったんです。おすすめされなくなったわけですよ。だから YouTube もさ、だんだんさ、その自分の嫌いな動画が排除されるようなシステムがだんだん整備されてんじゃないかなと思って、まあ、これからますますね YouTube 面白くなるんじゃないかなと期待してるんですけどね。まあこうやって自分で動画作るだけじゃなくて自分でも見てますから、やっぱりそのね、やっぱりさ、ネットって雑多な世界だし YouTube 雑多な世界なんで、やっぱり整理することが大事ですよね。やっぱり自分の好きな動画がちゃんと自分に供給されるというね、そういうシステムをちゃんと作っていくという、うん、そういうことですよ。でそのちゃんと整理がなされていれば、なんかバカな YouTuber のせいで俺たちまともな YouTuber があの迷惑してるとか、そういうことを言う人が少なくなるじゃないですか。そういうなんていうの、風評被害っていうか、そういうのが少なくなりますよね。だってさ、その新聞で何かその差別的な記事を書いたとするじゃないですかね。でもその他の新聞社がそのうちらね、まともな新聞社にとってイメージダウンだ、ふざけるなとか言わないでしょ。どうしてかっていうと、読売新聞撮ってる人は読売新聞しか読まないし、朝日新聞撮ってる人はまた朝日新聞しか読まない。まあ池上彰さんはね、朝日新聞も毎日新聞もね、日経、日本経済新聞も読売新聞もね、いろんな新聞読んでるみたいですけど、東京新聞とかね、うん、まあそういう人はそれでいいんですけど、基本的にあの新聞ってその人一定のファンがついて、その固定されてて整理されてる世界なんで、あんまり別に朝日新聞がヘマしても読売新聞には影響ないし、読売新聞がアホなこと書いても朝日新聞にあんまり迷惑被らないんですよね。そういうやっぱり整理ってやっぱ大事だなと思うんですけどね。はい、そんなわけでね、次の動画にもご期待ください。ご視聴ありがとうございました。